今週のホットニュース、まずはグローバルブランド資生堂の新商品発売を記念したパーティー、ザ・アルテミウン・イブニング。話題の最新スポット、虎ノ門ヒルズのアンダーズ東京に各界のセレブを招いて行われたこのパーティー、アーティスティックな空間を演出したのはスペースコンポーザーの谷川淳二。アルテミウンっていう商品が持ってるある種のエネルギーを感じていただいて、それを誰かに伝えたくなるようなパーティーをやりたいということで、そういう意味で本当にこうフォトジェニックな、そしてこう実際商品が持ってるある種のこう元気みたいなものを直感的に感覚で感じていただけるような空間構成を考えました。ダイナミックなフラワーオブジェを手掛けたのはフラワーアーティストの東誠。今回ダリアとバラ、いわゆる花でいうとやっぱりその普遍的な美しさがずっと追求されてきた品種を使って、ダリアは約5種類、バラは10種類のものを使って普遍的なこう美しさを表現したんです。